こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、地域最強と言われる回転寿司を巡り続けようのコーナーでございまして、本日はもう目の前にいますこちらでございます、小田原漁港直送合点寿司さんでございまして、この絵本から出てきたような味のあるキャラクターが描かれている看板からのこの外観、めちゃめちゃパンチがあってかっこいいですよね。ずんずん進んでいきますと、冬を味わうフェアが今やっておりまして、豪華なお寿司があちこちにといった形でございます。季節によってのネタも存分に堪能できそう。これは楽しみだぞ。さあ入店しましたけれども、店内の作りは独特で、あっちにお寿司回ってて、こっちは回ってない注文カウンター、あ、こっちはお持ち帰りコーナーと書かれてますね。で、あっちから回転が始まるといった店内です。のれんかっちょいいよね、迫力あって。そしてなんと入り口入ってすぐの場所には活魚、本当に新鮮なお魚がいただけるといったお店っていうのがもうこの時点でバレバレですよ。そして回転寿司コーナーはボックス席の形でございまして、めちゃめちゃゆったり食べられる空間、湯飲みもねしっかり合点寿司さん仕様でございまして、このキャラクターがわっあちこちにいる。なんかさ、元気出るイラストですよね、めちゃくちゃいい。で、今は冬を味わう、そうキャンペーン外にもありましたよね。だから僕も冬を味わいに来たんですけれども、どうする、おすすめ寿司どうしちゃ、あらら、鮮魚三昧とカンパチ、タチウオ、スズキ、ちょっと加速していった、あー美味しそう。タラバガニ、また中トロ、炙り、味噌汁にもカニがこんなにたっぷり入ってんの、あ、こういうセットありがたいね。冬の五感握りとか、あ、そういうの行ってみようかな。もうまずは一気にね、冬で口をパンパンにしたいっていう自分もいますから。牡蠣もあるじゃん。何よもう、ちょっと迷わせないでよ。あ、でも季節のやつはスイーツコーナーとかに入っていく形でござい、あ、これ通常メニューかな。待って、最高ランクマグロ三昧、これちょっと見てみ、やっぱお店のね顔ですからね、マグロを言ってもね。あ、ちょっとやべ、ちょっと目移りがちょっとあるから、ちょっと一回待って、冬のやつは絶対注文するから。だからあれもう食べることを考慮して、もう一旦この辺くらいで他のメニューの注文はやめておこうっていうことになります。自分の中で考慮できない自分がいたよね。どうしよう、一回じゃあこれでもう冬のやつ注文するから、ちょっと待って待って、これはちょっと待って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 、あと、なんか魅力がありすぎるな。そう、うん、あのサーモンとかだけでもこんなにちょすごいですよ。どうしどうし、あ、エビだけでもこんなに、でボタンエビ回転寿司であるんですか。うわー、ちょっと待って待って、どうしよう、あ、こぼれてるカニが、カニをこんなにこぼすことがあるの、山盛りって書いてある。で、さっきの、五感セットみたいな冬三昧のやつに戻りたい自分があるんですけども、迷子ですよ今は。筋子があって、あー合点軍艦とかねあったりして、生ウニもある。あーすごいな、ちょっと早く注文したいな。どうしたらいい、あ、で巻物、このメニューが多いな。どうしよう、このメニュー読み聞かせだけで動画終わっちゃったらどうしよう。だからこれだね、冬の五感握り、これいっちゃおう、これいって様子見よう。はい、せーの、注文、
はいと、これでお腹いっぱいになるはずですから、今日はもうねその辺も考慮して他のものはもう注文とかしないっていう感じにしていけたらいいかなと思っております。トロビンチョウ、うまそすぎでしょ。いやこれはちょっと待って、やばいし、トロビンチョウのこのうまそっぷりはやばいし、お寿司にカバーがついてるんだ、そういった配慮もあったりするガッテン寿司さんのお寿司、早速めちゃめちゃ美しい。タッチパネルでいろいろ注文しちゃいましたけども、あ、来た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 、あっと、あったったった、来た、めちゃきらびやかなやつ、来た、これがマグロネギ塩炙り、来た、すごいな、見た目の圧倒的な迫力、いただきます、めちゃめちゃ美味しそうだな、あ、来た、あ、うわわわわわわ、うわわわわわ、待って。うわわ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 、冬の五感盛り、めちゃめちゃパーティーじゃん、豪華パーティーの感じ出まくりじゃん。あん肝でしょこれで、白子ですよねこれね、あん肝から入って白子、イクラ、これがローストビーフ、ローストビーフもお寿司屋さんのローストビーフの次元じゃない感じのローストビーフ、そしてこちらブリですよね、冬の匠ブリ、ブリももうちょっといろんな角度から見たくなっちゃうブリで、とにかくシャッと長いし、先っちょの部分になんか僕顔と親近感を覚えるようなフォルム施されております。いやすごい、待って、でマダイの湯下作り、尋常じゃない、こっからここまでのコントラストかまされておりますし、こちらがマグロ三貫盛りですよね、マグロ三昧、なんというネタの長さ、ちょっとはみ出すくらいの長さで、海で取れたもので川の字作ってます。まずはこちらから食べていきましょう。おー、めちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃネタが大きい、一口普通にパクっていったらネタがあっかんべいしてんのかなって思わせるくらい、ここにまだネタの長さが残るよね、味のアインシュタインさんで、この時点で果てしないクリーミーでとろける甘みももう感じられちゃってます。うますぎるし、流れてくるお寿司が目移りさせすぎる、そしてね炙っちゃってるやつもレモンも絞ってよりテカッとして、さらに上に持ち上げていきます。納得がいかない、これは美味しすぎて納得がいかない、なんでこんなに香ばしくて、外側の炙られた風味で食欲かきたてさせておいて、中のトロント感でこっちをメロメロさせちゃうお寿司がこのお値段で提供されてるのっていうことに合点がいきません。いや塩だれの感じもね、やりすぎない塩だれで、ちゃんと素材の旨味に芯があるからこその上品塩だれなのよ。ではちょっとブリの方行かせていただきましょうか。こんなに見るからにっていうブリもね、なかなかない、わあ、脂の手で最高です、ブリ間違いない、さすが今旬ですもんね、軽くコリッとした歯ごたえも間違いなく気持ちいい、そしてローストビーフ、
極上だよ。こんなにこんなに柔らかくて、こんなに噛み締めるたびにじわじわ旨肉汁出てくるのっていうくらいのローストビーフで、あの一つだけさ、急に海からの贈り物じゃないのが出てきちゃってるのよ。ここに乗ってきちゃってるのよ。あれなんかみんな海から来てるのに、なんか違うとこから来てないみたいな、それで本人は居づらくないのみたいなことを思ってたんですけども、何の問題もない。ちゃんとチームメイト、味のゴールキーパーだ。一人だけルール違う感じでやっててもちゃんとチームメイト。赤エビも当然の迫力です。だから本当にこの席に座ってると、電車とかに乗ってて、その車窓からの眺めがめっちゃいいみたいな、そういう移動時間みたいな感じにも思えてくるような素敵な風景。ではイクラの方も攻めていきましょうかね。もう口に入れた瞬間にあちこちで起こる今爆発、たまったもんじゃない、たまらない。あっち待て。そしてなんかいつの間にか白子がこぼれてましたけども、ちょっと逃がさないよということで、ちょんちょんと。超濃厚クリーミー、うまいクリーム、そして信じられないくらいの臭みゼロ感、うまいだけだから。そしてあん肝、もうコクがすごすぎて、だからこんだけさ軍艦のお寿司食べながらご飯が進むとか思うことなかなかないんですけども、進む、濃厚でコク深い、海のフォアグラと言われるだけのことありますよね。そしてマダイの湯島作りといったやつ、うん、これ半端ない。むっちり食感、むっちり締まった食感、淡白でありながら濃厚な旨味っていうんですかね、おとなしい顔して実は中身すごく派手じゃんみたいな、うん、そうしましたらマグロ三昧いきましょうかね。中トロとビンチョウとマグロといった三昧でございまして、いやこれはさお店の顔ですから手抜くはずがないから、そういうことです。今日はねもう割と今注文して結構ガンガン食べて、これ残り一皿でとはいえもう十分かなって思ってた自分がいる中でまたスイッチ入っちゃった。そういううまさがあんの。だからずるいよ、ずるいのよ、終われなくなっちゃうマグロなのよ。なのでもうしょうがないから、お店の名前も入ってます、合点軍艦行きましょうか。はい、贅沢極まれりっていうメニューな気がしますけれども、この長さ何よ。そしてすごいね、これはやばい。ウニ、イクラ、マグロでしょうか。なんてゴージャスなの、蜷川美香さんデザインの軍艦みたいな、足し算が美しい。うまいやつ全部乗っければうまくなるってわけじゃないはずなんですけども、うまいやつ全部乗っけてもっとうまくなっちゃってる。うん、さああとはあら汁、まだそういうの注文してなかったので行ってみましょうかね。それでもうねフィニッシュでいいかもしれない。あら汁いっちゃったら、あれどうしよう、どうしようかな、どうしよう、やめておかない、やめておかない、すいません、やめておかないんだよね、カレーの縁側が絶対うまいから。はい、来ました、白い悪魔、味のボンバーマンね、これいっちゃうしかないもんね。うん、あ、そうなんですか。今あら汁注文したんですけども、向こうの方に無料サービスがあるそうなので、それを取りに行けばいいらしくて、何それ。じゃあその分これ取っちゃいましたよ、トロシメサバ炙り。
めっちゃ荒汁だった。ますます合点がいかないほどのこのうまさで、この価格帯で今もうすでに満席なんですけども、そりゃそうだよといった超絶クオリティ、半端ない、なんていいお店なの。さすがナンバーワンだね。いや、うますぎる、信じられない。で、これさ、1から0皿になってて300円のはずが0円になってる。これは近所の方もお店のファンになっちゃうの。そりゃそうだよって思っちゃうよね。はい、最強に美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで、ガッテン寿司さんにて様々なお寿司堪能してまいりましたが、これはもう説明いらないですよね。本当に納得がいかない、ガテンのいかない、素敵すぎるメニューが目白押しでございまして、こんなに美味しいお寿司が回転寿司で出てきちゃうのといったびっくりの連続でございました。美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、レオンさんからのコメントで、28回目の成人式はどうでしたか、今年の成人式はどこの地域に参加しましたか。そんなにしてないの、毎年毎年成人式に参加してない。地域変えればバレないじゃないのよ。安西ひろこさんですら2回まで、2回でもあんなに騒然としたのに、誰にもバレずに参加すること不可能。もう、まあでも10回目くらいからはスタッフさんかと思われて、自然とスルーされて参加できちゃってるっていう可能性もあるかもしんないけども。ニルスさんからのコメントで、ハイジーさんお疲れ様、いい年だし爆盛りばかり食べてると顎が破裂しますよ。顎は破裂しない、顎に溜め込んでるわけじゃないの、全部食べてすぐここに、すぐもう直のここで食べて、すぐここで消化ってわけじゃないの。だから今こうやって顎がちょっとでかくなっちゃってんのは、あ、そこそこハイジお腹いっぱいなんだな、じゃないの。ネイビーシールさんからのコメントで、チャンネル登録はした方がいいのかな、同罪にならないかな。何の同罪なの、このチャンネルの動画を見ることが犯罪の片棒を稼ぐことにはならないから、安心してください。ミストラルモーターズさんからのコメントで、ハイジーさん、2000メートル以上離れた距離にカメラをセットして入店すると迫力ある映像が撮れますよ。怖いよ、これは怖い、やる勇気ない。2キロでしょ、2キロ以上離れた場所にカメラ置いて離れたら、それはもう落とし物になっちゃうから、目の届く距離にカメラ置いてちょっと離れて、向こうから来るシーンとかを撮影する時もそこそこドキドキしてんのよ。それでもドキドキしてんのに、置いてから2キロ離れて戻ってくるまでのスリル感、味わう勇気まだない。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 タタタン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 、こちらデリンデリン。ともひささんからのコメントで、世間は3連休、自身は3連勤、ハイジー動画見るのも3連続、ええ、負け犬ですとも。なんで負け犬になっちゃうの、別にみんなが働いてる日に自分はお仕事っていうパターンも全然ある、それ全然あることですね。違う日にその分休みをもらいますっていうことで多分解決してるはずなんですけども、ハイジー動画見るのも3連続、何それで負け犬になっちゃうのよ。